はい、四季駅から NHK をぶっ壊すということで、今日、まあ、朝から活動させていただきました。朝行き立ちさせていただいて、で、まあ、寒いんで一人やろうかなと思ったら、原田さんがくるくる言い張ったんですけど、来なくていいよって言ったんですが、来ていただきました。まあ、3人で やってあったかくはならないんですけど、まあ、気持ちの上であったかくなりましたと。でその後ちょっと手続きがあって、戦艦行ったり、あとあれだ、新座郵便局行ったりして、その後ですね、一人で、まあ、ついでのなんか選挙カー使って行ったんで、あの音鳴らしながらぐるぐる回ったんですよ。でその前の日もあの手振ったりすると、結構ね、あっちこっち道行く人が手振ってくれるんですけど、一人で乗ってやるとね、奇妙な風に映るみたいで、なんかこうパッて見るんですけど、運転手が一人でこう運転したらこう手振ってると、どうしていいか分からないみたいですね。奇妙な目で見られました。で午後になってからまあ合流して、で、まあ、遊説っていう形でどこ行ったんだっけ、あそこだ、八尾港、新座の八尾港ですね、とロジャースと最後に新座駅回ってこっち戻ってきて、それぞれ、まあ、拠点で演説してきたんですけども、なんでしょうね、だんだん、まあ、慣れてくるというか、まあ、下のっていうか靴の滑りがいいっていうのかな、まあ、良くなってきますよね。で、まあ、ここでも最後にやると思うんですけども、またなんかだんだん喋りたくなってきます。ただ私ね、癖というかみんなそうかもしれないんですけど、なんでしょう、こう喋って熱くなってくるとあんまり周り見えなくなっちゃうみたいで、手振られてるとね、こう、まあ、やっぱ振り返した方がいいじゃないですか、あの有権者なんでね、まあ、気持ち組んでっていうのはあるんですけど、ついこう入り込んじゃって、京都さんにこう、ディスタンス、あーと思いながら、まあ、手振っていただいて返せなくてごめんなさいっていうのが何度かあったんで、ちょっとそこはちゃんとしたいなと。気持ちあるんですよね、ちょっとね、なかなかそこまでね、気が向いてないとか、気が向けてないというかね、そこはまずい部分だなと思って直そうと思います。はい。皆さんですね、まあ、ちょっと無視してるわけじゃないんで、そういう場面にあったら、あの、許してくださいって言わないです。直していきますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。では、四季駅から NHK をぶっ壊す。